はい、皆さんこんにちは、ゆりです。お久しぶりです。ですね、今日は皆さんからかなり多くのリクエストをいただいたので、エイリアンについて、エイリアンというか、まあ、UFO ですね、いわゆる UFO について、実際にアメリカでどういった事実を FBI とかのファイルに書かれているかっていう、そういう内容について話していきたいと思います。皆さん UFO っていると思いますか？私はいると思っていて、まあこの事実を学んだからっていうのももちろんあるんですけれども、私幼い時に山梨県で雨の日に、大雨の日です、もうザーザーの大雨の日に火の玉を見てるんですよ。子供の時、小学生ぐらいかな、車の後部座席にいて外を見てたら火の玉がずーっと動いてて、でその動き方とかがすごい不思議な動き方をしていて、火の玉だったんですよ、雨の日に。おかしいじゃないですか、雨降ってるのに火がこうなってふわふわ浮いてることも。だからその時に私は、あ、なんかやっぱり世の中ってそういう説明のつかないことがあるんだっていうのは、子供ながらにして思ったことなんですね。で、あとはやっぱり警察官になって殺人事件とかがあって、でその人の魂というか、まあ、いわゆる幽霊とかが、なんていうのかな、死体がなくなった後でもその人の魂ってここに残るんだなっていうことを体験したというか、そういうことを感じたこともすごくあったし、だから私は信じてます、 UFO は。もう私の話はどうでもいいので、本題に入っていきたいと思います。 UFO の暴露話をした人についてちょっと説明させていただきたいですね。私が多分言ってるだけだったらみんな、ん？どっから得た情報ですかってなると思うんで、実際に25年以上 FBI に勤めた方がいて、彼の名前はジョン・デスーザさんって言います。 FBI の中でもいろんな課があるんですよね、警察署みたいに。でその中でもサブジェクトエクスパートマターって言って、もう本当にその UFO とかパラノーマルアクティビティとか、そういったものの専門の捜査だけを25年間やってきた人なんですよ。すごいですよね。私この話を聞くまでそういう科があることも知らなかったんですよ。でジョン・デスーサさんが言ってるすごい面白いなと思ったのは、2004年にアメリカ政府がドローンで UFO に似せた物体を作ったらしいんですよ。 FBI の結構トップシークレットっていう内容なんですけど、でもまあ彼が今もう退職したということでその話をしてくれてて、なんていうか銀色の UFO みたいな、いわゆる UFO みたいな形のもの でそれを作り上げて、政府が初めてカリフォルニアの空を飛ばしたらしいんですよ。そしたらやっぱりメディアが UFO が現れたって言うと大騒ぎして、市民も大騒ぎしたと。それ以来政府がやっぱりそこにお金をかけることにしたんですね。なんでそれは私には分かんないです。でも政府が、あ、これは使えると、これUFO どんどん作ろうぜみたいな話になっていったそうなんですよ。ただその UFO は偽物ですよね。でそれをこの FBI の人たちは UAP って呼ぶんですって。 UFO ではなくて UAP なんですよ。で、まあ、形としては小さめのものとか大きいものとか、アーモンド型のものとか、いろんな形のものがあるらしいんですけど、面白いなと思ったのが、このジョンさんっていう人が本物の UFO と、本物の UFO もこの人はいっぱい見てきてるんで、本物の UFO とガバメントが作った UFO の見分け方っていうのがあるらしいんですよ。でその違い、本物の UFO っていうのはただ一箇所にこう留まってるってことはないんですって。いきなり消えたり、いきなりパッて現れたり、いきなりパッパッパッっていう、そういうこの目で追えない動きをするのが本物の UFO らしいんですよ。それともう一つは、 UFO はものすごい力があると、ものすごい破壊力があるんですって。だから UFO が例えば私たちを殺害しようと思えば秒でできると、ものすごい威力があるそうなんですね、実際の UFO は。でそういうのはやっぱりガバメントが作った UFO にはないらしいんですよ。で FBI の書類の中でマジックブレッドっていう、いろんな書類に名前がついてるんですけど、マジックブレッドっていう書類があって、その中で語られてることについてシェアしたいんですけれども、まあ、そこでエイリアンについて実際書かれてるんですね。 UFO ではなくてエイリアンです。今度はエイリアンっていうのはやっぱり異次元の物体なんですって。全然全く別のディメンションから来てる生物なんですって。人間っていうのはここに今存在する生き物でも、エイリアンっていうのは
全く違う何次元か違うところから来てるんで、そんなに長い間地球にはいれないんですって。てか地球に自分の存在を表すことがそんなに長時間はできないらしいんですね。面白いですよね。なんか UFO についてもエリアについても、そんななんかこうなんだよって肯定してくれる人っていないじゃないですか。だからやっぱりこの人みたいに25年こういう操作をしてきて事実を知っている人、 UFO を見てきている人、すごい説得力ありますよね。どうですかね皆さん。で、私が、あ、だから政府はあんまり UFO のこと話したくないんだなって思った理由の一つとして、1952年にワシントン DC の空に突然数台の UFO が現れたんですって。めちゃくちゃ見たかったと思うんですけど、まあ全然私が生まれる前なんで、私が存在はしていない時期なんですけど、時期、時代なんですけど、2週間にわたって UFO が何台もワシントン DC の空をぐる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 したりとか、いろんなところに出てきたんですって。急に大量に。で、理由は不明らしいんですね。もちろんエイリアンとコミュニケーションを取れるわけではないので、この方は UFO の光ってすごく強いんで、ものすごい光でその A 地点から B 地点にすごい瞬間移動とかをするから、 UFO が地球を攻撃してくると思ったんですね、アメリカ軍は、アメリカ政府は。で、アメリカ政府は地球が攻撃されると思ったから、もうとにかくアメリカ軍、エアフォースの人たちを大量に集めて、もうとにかく戦えと。で、まあこれが一番の失敗になったんですけれども、 UFO に対して攻撃してしまったんですよ、アメリカ軍がね。で、最終的にどっちが勝ったと思いますか？わかりますよね。最終的にはアメリカ軍がボロ負けして、 UFO がもう無傷っていう感じだったらしいんですね。全然人間が作ったそのエネルギーでは UFO に対して立ち向かえなかったんですよ。だから結果として、まあ政府はこの事実を隠そうって、メンツがねダメになるから、一応隠された出来事らしいんですね。これはもしかしたら調べたら出てくるかもしれないんですけれども、でも FBI のその捜査書類には全部記載されているらしいです。それで結局政府はメディアを通して、その UFO たちは全員追い払ったからもう大丈夫だよみたいな、ちょっとこうかっこつけたようなことを入れたらしいんですけど、実際の FBI のファイルには全然そんなことは記載されてなくって、実際はもうボロ負けで、それをなんとかカバーするためにアメリカ政府がまあそういった表現で市民に何があったかを伝えた、パニックを起こさないようにとか、そういうことらしいです、その事件に関しては。あとはですね、ジャパニーズゼロがカリフォルニアの海沿いに現れてアメリカに攻撃をしてくるってなった時も、アメリカ政府がアメリカ軍をねたくさん集めて戦闘態勢になっていたわけですよ。で、実はそこに UFO が2台現れてきたんですって。で、 UFO が突然現れて、何が起こってるかわからないから、アメリカ軍はもちろん発砲し始めるじゃないですか。もしかしたら日本人が作ったなんかあれかもしれないと思うし、で結局何発も発砲したけど、その直後に UFO は、あ、なんか忙しそうねって言ってこう U ターンしてさーって帰っていったんですって。銃弾は全部 UFO のあれをもう貫通して、全然無傷のまんま。 UFO っていうのは銃とかってそういう次元じゃないんですよ。銃で撃ったところでどうにもならないんですよ、 UFO って。すごいですよね。で、あとですね、このジョンさんが言ってたもう一つちょっと気になる事件というか、人間なんだと思うんですけど、ちょっと驚異的な、もしかしてこの人たちはエイリアンだったんじゃないかって言われる事件があるんですね。私がこれは一番すごいびっくりしたのが、この後このジョンさんとパートナーさんが FBI なんですよ。彼ら FBI なんですけど、誰だかわからない謎の集団の男の人たちに連れ去られたんです。